産経新聞が大炎上、拉致・ミサイル会議の参加者4人報道で批判15日に産経新聞が空席だらけの拉致・ミサイル会議、自民、熱量を乏しくと伝した有料記事を配信し無料部分で集まったのはたった4人だったなどと報じた問題で自民党の小野田公議員が X 旧ツイッターにてところで参加者が4人だったという記事がありましたが この日は前の会議が長引いて遅れて到着した人が私を含めて多数いましたので参加者は4人ではないですただ国会閉会中に東京にいる議員が少ないのは事実でこの日はいつもより少なかった印象があるのは確かです以前ミサイルの部会に人が少ない報道もありましたがその日は当日朝に 今日のの昼にに会議をやるからとと通知がが来たたで同居に戻れないい人が多数だったと思いますもう少し仕事に集中できる環境も必要などと批判され産経新聞が大炎上してしまっておりますがこちら産経新聞は記事の有料部分で4人の参加者について冒頭から出席と追加で説明し、まあ、さらに 数人が遅れて入室したなどとも記載しておりますが、これでは変更報道の一種となってしまっております。有料部分を閲覧できない方からすれば、主な議員の批判もあり、産経新聞が誤報を流したように見えるものと思われますが、産経新聞には事実をそのまま無料部分だけを見てもですね、誤解が生じないように、 報じていただくようお願いいたします以上になりますご清聴いただきありがとうございました